皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。お正月が明けて、そしてお仕事は学校も始まって、でも明日のお休みがちょっと嬉しいなって思ってらっしゃる方も多いかもしれませんね。明日は成人の日ということで、私はもう2回目の成人式もとっくの昔に終わっているのであれなんですけれども、初めて晴れ着に袖を通した日のことを今でも覚えています。母が買ってくれた振袖に袖を通したんですけれども、結局ですね、その同じ振袖が私、下の妹2人、そしていとこたちもみんな女性陣はその振袖を着て成人の日を迎えました。今ね、みんなもう大人になっちゃったので、この間直近と振袖をね、お袖は切ってしまったんですけれども、今でもみんな同じ写真でね、いられることをとても嬉しく思っています。新しく成人になられた皆さん、おめでとうございます。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は琉球民族独立総合研究学会共同代表で琉国大学教授の松島康勝さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりです。松島さんは1963年生まれ、石垣島のご出身です。南大東島、与那国島、その後沖縄本島の那覇へと移り住み、那覇高校を卒業後、早稲田大学政治経済学部経済学科を経て、早稲田大学大学院経済学研究科博士課程を修了されました。在グアム日本国総領事館や在パラオ日本国大使館で専門調査員として勤務。その後、東海大学海洋学部海洋文明学科助教授を経て、現職の琉国大学経済学部国際経済学科の教授として忙しい日々を過ごしていらっしゃいます。コーラルラウンジには2年ぶりのご出演。松島さんが提唱している沖縄が独立するという構想はどこまで現実的なんでしょうか。2017年の初夢対談をお届けいたします。どうぞ。コーラルラウンジ2017年、はい、ラウンジにお迎えした初めてのゲストは琉国大学の松島先生です。今日はありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。なんかニヘデビル、2017年のスタートにあたって、はいはい、これ僕は沖縄羅針盤の初夢は、はい、やっぱ琉球独立だと、はい、こう思っていまして、で松島先生に来ていただいたんです。はい、ありがとうございます。独立学会スタートして、はい、4年目になりますかね。今年も5年目になるんでしょうね。そうですね、2013年の5月15日に発足しましたので、はい、今年は5年目に突入ということになります。去年12月に、はい、沖縄国際大学で学会の、あれは、第何回の、第7回の総会ですか。第7回の総会と大会となりまして、はい、オープンシンポジウムを開きました。2年前に、はい、この羅針盤コーラルラウンジには松島さん来てもらいました。はい、僕はこう琉球独立ということを研究の中心において始める活動というのにどういう意味を、まあ、主催者として持っておられるんですかという伺いして、改めてその時のことをお話を伺いたいと思うんですけどね。はい、もともとですね、琉球は琉球国っていう国でしてですね、それが1879年からですね沖縄県となって、そしてまた1972年からですね、また沖縄県になったわけなんですけども、もともと国であったと。でこの国である状態をですね、取り戻す、またはその新しく取り戻すと、作るということでですね、独立の議論、また運動、これまでもあったわけなんですね。しかしながら居酒屋独立論と呼ばれているようにですね、やっぱり怒りの吐き気であったりとかですね、なかなか理論的に体系がされてなかったっていう面があったと思うんですね。居酒屋独立論ってこれね、
今の時代もあるんでしょうね。あります、あります。まあ、私も居酒屋行った時は、うん、はい、独立の、うん、それはもう70代80代の皆さんはこれ大好きですからね。大好きですよね。はい、こうあるべきだっていう、ね、もちろん居酒屋独立の自身を否定するつもりはないんですけども、うん、それプラスのですね、うん、プラスのやっぱり独立をですね具体的に客観的に語ってまた議論して、それを学問的に体系化するっていうのがこの学会の目指すところなんですね。ですからやはりですね、この独立の学問というのはですね、政治学、経済学、だからいろんなですね、学問分野をですね、総合してですね、いくわけでありますので、そういった意味でですね、新たな学問というのがですね、この4年間、できてきたと思います。どうですか、この4年間の、はい、ちょっと振り返っていただくと、その思われていたことは進捗していますか。はい、私自身は進捗していると思います。まあ、学問的な体系化もそうですけども、また国際的なですねネットワークもですね、いろいろ深くなりましてですね、特にグアムのですね方々との、ね、結びつき非常に深くてですね、毎年のようにですねグアムの方が来てですね、グアムでも独立を問う住民投票がですね進められているわけですね。そういった意味でもですね、グアム、そして台湾、またスコットランド、うん、国際的な、ね、つながりもできてきてますので、ね、やはり始まった当初と比べて非常に深まっているというふうに考えます。その去年の暮れ の、 その学会では女性研究者たちの発表が、これは新聞にもなっていてですよね。研究者の広がりもこう出てきてるんですか。そうですね、去年の12月の大会はですね、まあ、それを我々の学会の幅の広さ、世代の、ね、幅の 広さを、ね、象徴するもので、特に20代のですね、3人の女性の報告というのは私も、ね、刺激を受けましたし励まされたんですよね。で、1人の方はですね、アメリカの大学院でですね、深層心理学の立場からですね、琉球の植民主義について研究をするしている女性、がいましたですね。で、もう1人はですね、南米出身のウチナーの4世なんですけども、彼女もですね、また南米に行ってですね、南米の現在のウチナー州とですね、とのネットワークを作りながら研究を深めるという女性もいました。で、それから関西に住むですね、ウチナーの4世の女性もですね、この今学生なんですけども、インターネットを通じてですね、まあ、いろんな立場の方と、左右いろんな立場の方とですね、対等な形で議論をしているというですね、女性がいましたですね。アメリカの大学で心理学を研究していて、はい、で、琉球の独立に関するこれです、はい、ということはこの市民の独立に対するその思いみたいなことを研究すると、はい、こういうことになるんですかね。そうですね、そういった意味で興味深いです。これどういうことを、まあ、私もその、非常に興味深くてですね、この彼女からですね、その話もいろいろ聞いたんですけども、やはり一人一人のですね、ここからここの琉球の方からですねにインタビューをしてですね、その深層心理の中がいかにですね、この宿命主義がその人の心にですね影響を与えているかと、で、それこの心の傷をですね治すためにはどういう形の脱宿命主義からですね、この戦略と言いますか政策あるのかということで、やっぱりこの深層心理と政治的なですね動きを、ね、絡めて、一緒にして議論するという意味でですね、非常に興味深いですね、最先端の研究をしている、わけですね。その植民地とかこう、はい、支配層に支配されているかどうかということの認識の、はい、立場が違ってくると思うんですけども、松島さんは、今の沖縄は、はいはい、やっぱり反植民地的な位置に位置されてるんだということが大前提の見識でいらっしゃいますよね。そうですね、まずはこれやっぱり1879年のですね、琉球処分と呼ばれている琉球併合から始まってきていることだと思うんですよね。もともと国だったのがですね、日本の一つの一部になってですね、それから政治的経済的にもですね、いろんな犠牲を強いられていると。でもしかも現在もですね、米軍基地のですね 74% をですね押し付けられていると、高井や辺野古でもですね、無理やりに新基地をですね、作られているというですね、そういった意味でもまた植民地が続いているというふうに考えますね。現尾長武知事は、はい、イデオロギーからアイデンティティだと、こういうふうにして、はい、知事選で勝ったわけですけども、これが独立学会の根本のところにあるんでしょうかね。そうですね、やはり、自分は内乱中であるというですね、意識がですねありましてですね、そういったですね、ある種、日本人また他の民族とですね比べてもですね、対等なね権利を持っているんだと、
ね、一方的に上からですね、あれしろこれしろっていうね、押し付けられるような存在ではないっていうですね、自らのですね、この何立場、アイデンティティに対する誇りがですね、やっぱり土台になっていると思います。それはですね、去年開かれた世界のウチナンチュ大会でもですね、世界からやってきたですね、ウチナンチュがですね、もう琉球のですね、文化や歴史、に誇りを持ってですね、いたというのと同じようなですね、気持ちを共有しているわけなんですね。僕は松島さんとお会いするとね、自分が何者かをまたやっぱ考えることあるんだけども、だからこれ琉球併合からずっとこう日本化がずっと進んできたわけですよね、はい、僕は松島さんと島田は対照的だと思っていてね、松島さんどう見ても島中さん、ね、顔ね、形でかつ心もやっぱこうあるべきだと思っていると、僕みたいなもの全く一般的なんだけど、僕も本当は島袋だけども、戦前までは、戦後になってじいちゃんが、まさにその同化の流れの中で島だという、で見かけもね、大和国うちも上手になってるし、やっぱりそうやって100年経ってきたものの一つの証がここにいるんだけども、ここはですね、この琉球独立ということのキーワードを考えるときに、4年に1回そういう意識に立つことがあるんですよ。オリンピックのね、五輪の、入場開会式の入場行進を見るときに、4年に1回見ますよね。見ますね。たらやっぱみんな国旗を掲げてね、大国から、小さい、まさに沖縄、琉球よりも小さい国が何十という国が、国旗を掲げて入場してくるというのは、ちょっとやっぱり羨ましい気持ち、羨ましいと思います。誇らしそうなんですよね。そうですね。で、私もですね、今島さんがおっしゃった感覚分かります。私も1年間ですね、パラオっていうですね、人口2万人の国に住んでたんですね。で、それって本当に2万人って私が生まれた石垣島の半分以下ですけども、大統領がいてですね、政府があって議会があって裁判所があってですね、平和にです、生活してるわけですね。はい、しかもエコーツーリズムですね、独自な観光もやっていると、やっていけるんだというのを見てですね、じゃあ一方琉球沖縄はどうなのかと考えた場合ですね、まあ、そういった選択肢もあるんじゃないかというふうに思ったわけなんですね。松島さんは早稲田大学で、その博士号も取った、はい、当初経済学の経済学者ですよね。はい、そうです。という立場から、沖縄琉球は一つの、より高い自治権を持った方がより幸せにやっていけるんだという信念をお持ちなのね。信念、まあ、信念も持ってますけども、学問的にもですね、去年琉球独立への経済学という、ね、本を出させてもらってですね、経済学の立場からですね、独立をすべき、ね、具体的な、ね、根拠とでその、ね、方向性を、ね、書かせてもらったんですけども、まあ、こういった信念とともにです、ね、やっぱり理論もです、ね、自分なりで、ね、いろいろこれまで勉強させてもらったというふうに思います。2017年の世界、またこれ激動の世界になりますね。もう東アジアだけじゃなくて、こう地球上が本当に激動ですよね。はい、はいはい、そうです。いくつかこの琉球から見たときに大事なポイントをいくつか変化のポイントを挙げていただけませんか。はい、去年ですね、アメリカ です、ね、大統領選があってですね、トランプさんがですね、大統領になるということですよね。で、このトランプさんはですね、日本政府に対してですね、このオーブンの負担をね、さらにですね、負担をね、出さなければですね、米軍を引くとまで言っていますので、在沖ね、米軍基地がですね、今後どうなるのかと、または日米安保体制がどうなるのかということでね、今年は大きなですね、分かれ目になるかもしれません。ここはね、僕は去年のうちに、トランプが当選したら安倍晋三さんはいきなり乗り込んでいって、トランプタワーで1時間半差しで通訳だけでお話をしていますので、そこではこのままにしてくれということをもう頼み込んで終わったと思いますよ。終わったかと思いますけれども、まあ、でもトランプさんってある意味では何をするかわからないって言いますか、既存の政治家とは違うところがありますので、そういった意味でですね、まあ、我々としてはね、なんて言いますか、そういったですね、変化に備えてですね、こちらが研究する点ですよ、ね、2点目は2点目はですね、去年ですね、参議院選挙がありましてですね、いわゆる自由民主党は日本国憲法を、ね、変えていくと、改正するというようなことを当然掲げてますけども、去年の参議院選挙でいわゆる
憲法を変えようっていう議員が3分の2を超えたんですね。で今年初めにも予定されている衆議院選挙でですね、憲法を変えるという勢力がですね、3分の2を超えればですね、おそらく年内にはありますよ、解散は。あります。そうなるとですね、あの憲法が改正、変わると、いよいよ現実味を帯びてくると。でその中でですね、やっぱり私は、まあ、あの経済学者なんですけども、憲法も今研究してましてですね、自由民主党の改憲草案を、ね、いろいろと読んでいますとですね、この琉球にとって非常にですね、あの良くないって言いますかですね、状況になるんじゃないかと非常に心配をしております。僕は2017年初夢として、沖縄羅針盤の初夢で松島さんに来ていただきました、はい、あの今年の少し抱負をお話しいただいて、あの終わりたいと思います。はい、今年もですね、あのやっぱり琉球独立に関してですね、理論的にも深めていってですね、多くの人々をですね、また特に若い方々でね、参加してもらってですね、行きたいと思いますし、またね、国際的なですね、いろんな独立運動、スコットランド、カタルーニア動いてますのでね、そういったね、世界的なネットワークもね、強めていきたいなというふうに考えております。あの独立と外っていう概念にもいろいろあると思うので、私はこの研究はぜひ興味あって、いや、あのもっと発展できる地域なであるわけですから、はい、我々の沖縄琉球は、そうですね、それを研究するということでもありますよね。そうですね、どう発展していく、どう幸せになっていこうかということを研究しているということですよ、ね、そういうことですね、はいはい、そういうことでありまして、ですから、まあ、独立後の経済ですね、経済自立をどうするかとかですね、そういったことも含めてですね、やっぱり本当の幸せをね、いろいろ目指していきたいなというふうに考えています。最後に、はい、あのいろんな方と話しますとね、やっぱ、はい、この歴史的な節目はね、2022年だと、復帰から50年の年だと、また我々はあのそこで知事選びという、あのポイントも出てくると思って、あのやっぱ歴史を振り返っても100年単位ぐらいで我が琉球はこうあの歴史の節目を繰り返してくるんだけども、その辺の節目があるんじゃないかと言われてるんですけども、松島さんのこうタイムテーブルみたいなのはこう頭の中にできてきてるんですか。そうですね、この2020年復帰50年、の時点までにはですね、ぜひとも独立を、ね、ができたらいいなというふうに考えてますですね、この話で終わりたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。また京都に元気でお帰りください。 ありがとうございます。いや、日本の中枢にいるというのがまた大事です。歴史の京都にいてください。ありがとうございます。ありがとうございました。松島さんのお話を伺っていると、なんか2022年とかそんな先の話ではなくて、明日にでも独立しそうな、そんな勢いをちょっと感じましたけれども、でもまあご専門の経済学の立場から、最近は憲法も研究なさって、様々な角度から沖縄の独立をまあ研究されているということなんですが、お話を終えて島田さんは、沖縄琉球が独立するということをどこかで構想しておくこと、それは沖縄の潜在的なエネルギーの源泉のようなものだと思います、2017年の初夢でした、ということで、お話を終えたんですが、でも私もちょうどね、独立の、まあ、住民投票があった時期のスコットランドにちょうど滞在していたんですけれども、その時の街の雰囲気っていうのをなんかね考えると、賛成派も反対派もとにかく、まあ、自分の意思をしっかりしっかりと表明をして、そして話し合いを続けていくという、そんな空気でした。さあ、沖縄がそんな空気になれるのでしょうか。またこれからも松島さんのいろんなお話を伺いたいなというふうに思います。今週のコーラルラウンジは、琉球民族独立総合研究学会共同代表で琉国大学教授の松島康勝さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内ですよ。1月21日土曜日、夕方の6時半からの開演となります。名護市民会館の大ホールにおいて、琉球芸能色風
香りの上演があります。若武者たちで作る沖縄の伝統芸能ということで、沖縄県立芸術大学の琉球芸能専攻の OB 会のメンバーが琉球舞踊や舞踊劇などの琉球芸能公演をお届けいたします。県内外で活躍する若さあふれる舞台なんですが、3部構成になってまして、まず第1部が湯酒、老人老女が登場して琉球王朝時代の湯酒世の栄を表現します。そして第2部、明治時代に那覇の港から遠くハワイオアフ島に向けてうちなんちゅ27名を乗せた船が出航したというエピソードをもとに作られたもので、お互いを奮い立たせる三線の音、歌に励まされて、頑張っていくうちなんちの強さを描く舞踊劇憧れ。そして第3部は創作舞踊春や春、春を待ちわびて一斉に咲き誇る花々を表現いたします。こちらの公演、琉球芸能色風香りの公演は2017年、今年の1月21日土曜日夕方の6時半から名護市民会館大ホールで、大人の方は1800円、小中高校生は800円で、どちらも当日は200円プラスとなっておりますので、ぜひ、参り券お求めください。ただいま県内各地のプレイガイド、それから名護市民会館でもチケットの取り扱いをしています。ぜひですね、名護でね、琉球舞踊の公演がありますので、お出かけいただきたいと思います。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですので、ラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。